今月7日から始まった仙台で始まったいわゆる日本版ライドシェアについて東北運輸局長はこれまでの4日間で77回の利用があったとして移動の足の確保に一定の効果があったと評価しました日本版ライドシェアはタクシー会社が雇用する一般ドライバーが専用アプリを通じて予約を受け自家用車などで客を運ぶ仕組みです 仙台市では今月7日からサービスが始まり、金曜の午後4時台から午後7時台、土曜の午前0時台から午前3時台までに限って解禁されています。東北運営局の石谷俊文局長は今日の会見で、これまでの4日間で77回の利用があったことを明らかにし、サービスの滑り出しを次のように評価しました。 少なくとも77回という、ご利用があったということは事実ですので、そういう意味ではやっぱりその、一定の方にご利用いただいた移動の足のです、ね、確保というのでは、一定の効果があったというふうに思っておりますその上で、事業者に対しては、利用者とドライバーの安全を確保しつつ、 移動の足の不足を補う仕組みの趣旨にのっとって対応してほしいとしました。